ミートメーターため、通常のライジン無差別級トーナメント特別ルールで行われます。このトーナメントは両者の体重差が15キロ以上ある場合、頭部顔面への蹴り、膝蹴りの攻撃の有無は体重の軽い選手が選択できるんですが、その体重の軽い藤田和幸がそのルールを認めました。通常ルールトーナメントルールで行われます。今セコンド庄司明と高坂剛も握手を交わしてコーナーに分かれていきます。さあ無差別級トーナメント日本代表決定戦と位置付けられました。バルト対藤田和幸今本部。さあ高田さん、いやビビりしますねこれ。さあどうだ関根さん、はい、注目はまずこの立ち上がりですよね。そうですよね。藤田選手 の右のロングフックはね、ヒョードルもねグラッときましたから ね、あれ怖いですよ。その中でまずリングのセンターを取っていったのが藤田和幸、46歳です。対するバルトは31歳。おー、掴んでいく突進力ですよね。さらに膝踏み行きましたね。パンチも来ますから。この突進力は川尻さん、はい、バルトがもういや危ない、抱えてるだけでも逃げられないですね。あ、さらに足にも行きます。これ突進されてるの藤田選手ですからね。そうなんですよね、あの普通の選手じゃないですよね。普通の選手じゃないですよね。ロームきついですね。足のくるぶしで蹴ってるのかな。ちょっと足払い的なローですよね。そして一部の情報なんですが、この藤田のふくらはぎに見えているテーピング、ちょっと軽く肉離れがあったという情報も伝わってきています。そこを狙っているのかもしれないですね。いや、このパンチも良くないよ。そしてボディ、いや小池さん、そういう意味ではある意味満身創痍の藤田和幸と、いやでも勝負の世界では遠慮なしですからね。いいポイントですね。ここでブレイクです。バルト選手 のコーナーでの膝もね、やっぱ鋭角的に入ってるんですよ、はい、ただ上げてるだけじゃなくて、あれもらうと聞きますよ。まあ、高田さん、そのあたり庄司明がみっちりと富山で合宿を行って教え込んできましたからね。理論的なあの考えを持ってますので非常にいい参謀です。さあ果たして藤田選手はタックルでテイクダウン取れるかどうかですね、はい、上の、あ、この右のフック、これはダッキングかわしてきました、ね、藤田和幸。テイクダウンもしできればバルト選手立ち上がるのも結構大変だと思うんで、まあ、チャンスではあるんですけどね。狙ってると思いますよ、はい、ただやっぱ相撲出身ですからね、倒れたら負けなんで。なるほど、なかなかテイクダウンも取れないと思いますね、前回の大晦日は総合格闘家。逆に藤田選手ばりの右フックですね。そうですね、あれ前回見れなかったピーターズ戦では。そうですね、すごいね、投げ倒すね、右パンチだ。ラリアットみたいでしたね。ラリアットですよ、はい、まあ、そういう意味では関根さん、本当にこの9ヶ月で進化してるんですよね。そうですよね、本当にね。おしおしおし、さあシンブレック、いや潰しました、上から潰した。バルト動き早いよ、早いですね、スイッチも。ちなみに198センチ、昨日の計量では182キロありましたバルトです。あの足払いうまいよ、柔道やってたから。ここから倒すのうまいよ。地元エストニアでは国内の柔道大会で優勝経験もありますバルト。その後は日本へ渡り大相撲大関まで昇進しました。膝来るぞ、いいですね、これ強烈ですね。ただ藤田の表情はまだ冷静か。ああ崩すか、防いだ、離れ際の右のフック、バルトハンマーです。これがバルトハンマー。あとはバルト選手スタミナの問題だけですね、はい、特に練習の中ではそのスタミナ面も強化してきたと話をしました、ただ前回のピーターズ戦を見る限りはスタミナも問題なかったですよね。大相撲出身で格闘家に転身したファイターの中ではこれだけ動けるのは初めてじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、さあただそのまま捕まえた。この距離が近くなるとむしろ今が全盛期なんじゃないかなと思う。バルトですか、はい、そうですか。まあ、カジリさん31歳ですから年齢的にはね。そうですよね、全く問題ないですよね。右のパンチ、うん、なかなか藤田が攻めあぐねているのかという状況です。太田選手、はい、これ同じくレスリング出身の藤田和幸なんですが、はい、どうですか、ここまでタックルに入りたくてもなかなか入らせてもらえない。そうですね、リーチも違いますし、はい、体重差も70キロ以上あるので怖いですよね、入るのが。昨日の計量でいくと体重差はちょうど70キロです。
会場は大藤田コール、身長差は15センチです。あー、キック、みんな惜しかったな。そうです、いいリーでしたね。まあ、高田さん、はい、あの藤田和之の右のオーバーハンドフックはこれまで数々の奇跡を生み出してきましたよね、あれだとバルト選手でも顎に入ったら倒れますね。なるほど、ええ、一撃で倒せる、はい、藤田選手のパンチですからね、はい、おお、いいです。とにかくバルト選手はね、これ2戦目ですから、はい、非常に落ち着いてるんですよ。慌ててない。前回は真っ白で何も覚えていなかったというバルトなんですが、1ラウンド優勢に試合を進めて終了のゴングを聞きました。さあ、それでは高田さんから伺いましょうか。 バルト選手 の、 あの体型、はい、一見ちょっとこう大きすぎるように見えるけど、おそらく彼にとってのあの体型が、体重がベストコンディションなんでしょうね。あれ以上絞るとまたコンディション崩れるから。なるほど、うん、いわゆる普段我々がやるような筋力測定では、もう測り切ることができなかった、筋肉、筋量の持ち主なんですよね、彼オリジナルのベストコンディション、ベストウェイトだと思いますよ。なるほど、うん、いや、小池さん、はい、その中でこの怪物、怪獣を相手に藤田和之の1ラウンド、どうご覧になりましたか。いや、まあ、会場からも藤田選手への、ね、声援が、藤田コールがあったぐらいですから、やはり年末の小坂選手の時もそうでしたけど、この年代の、ね、選手がまだまだチャレンジして頑張ってる姿っていうのはみんなの心を打つんですよね。46歳になる、来月16日で46歳になります、藤田和之。さあ、藤田選手の円熟の野獣、男気が見たいね。ここにいるだけで男気だけどね。5分2ラウンドのその2ラウンド目です。ただ高田さん、はい、現実は厳しくて男気だけでは生きていけない世界ですね、今までの経験値を生かして戦いながら弱点、ちょっと目に当たってないですかね。おお、でも早いよ、対応が。そうですね、本当に早い。バルト笑っています、バルト笑っている。いや、関根さん、バルト前回はもう頭真っ白で何も覚えていないそうなんですよ、ですから今回はリング上でカチカチにならないようにしたいと話したんですが、今の表情いかがですか。今あれですね、やっぱりコンダロス選手は、まあ、立ち技だったんで圧倒できたんですけど、やっぱ藤田選手のことは簡単にはいかないですよね、やっぱり。そしてバルト、これ目尻、眉尻あたりから出血が、右のルック、目尻切れてますね、切れてますね。これ総合格闘技では初めての出血ということになります、バルト。いやー、つらが前だな、藤田選手。コンディションもいいですよね、藤田選手。45歳ですからね。現在45歳です。45歳と11ヶ月。もう藤田和之は逆に作戦は考えない、もう真っ白な自分で行く、真っ向勝負で行くと話をしました。リング中央を取ります藤田和之、その周りをバルトが回っていく。これあと川尻さん、はい、初めての出血というのはファイターにとって影響いかがですか。いやー、まあ、けど大相撲でも出血の経験あると思うんで、そこまで気にすることはないと思いますね、バルト選手だったら。ただこう見えづらくなるとかは出血あると思うんですけど、はい、まあ、そこまで大量の出血でもないので問題はないと思います。これだ、これ危険ですね。そして首相からの膝、この左の膝です。効きますね、潰されるから気をつけます。近い距離、バルトが面白くない。そうだと、あの状態の膝って結構嫌がらせぐらいにしかならないんですけど、バルト選手の場合必殺技になりますよね。そして喉輪を押さえて右のパンチです。身長差がありますから顔面まで下がってくるんですよね、はい、膝が鋭角なんですよね、高田さんが言うように。今藤田選手はね、はい、コーナーで後ろに回ろうと思ったんだけど回らせないんだよね、そういう反応ができる。まあ、ですから体が大きいだけではなくて、しっかり MMA ファイターとしてテクニックも身につけてきたということですね。2戦目でね、藤田左のジャブが一瞬バルトの顎を上げました。まだこの距離感、太田さん、はい、まあ、太田さんの体重でいきますとバルト3倍あるんですが、こういう大きな相手、太田さんだったらどのように攻略していこうと思いますか。もう動き回るしかないですよね、チャンスだ、チャンスだ。さあ、この近い距離です、膝、膝、頭を下げようとする藤田、ここに潜り込ませることができるか、それより膝に、先にバルトの膝が飛んでくる。どういう膝抱えてテイクダウンできないよね。そうですね、膝受けた時にその膝持って、うん、
タック行きたいですよね。離れ際左の選手のパワーがあれば、はい、片足担げば倒れるんだと、倒れると思う。そうですね、さすがにね、あのバルト選手も片足取られて一本足になる、なればバランス崩すと思うんで、はい、そこを狙うのもあるんですよね。ロープに押し込んでいきますバルト。いやー、この見方が怖いですね。まあ、藤田も打ち返していくんですが、時代上がってくる。強烈です、顔面顎先まで上がってくる。この左の膝、バルト膝ですね。これ膝上がるよね、必殺技になりますよね。なるほど、バルト膝、はい、これは効きますよ。詰めないでよ、詰めないでよ。あ、ここ一番良くないですね。ここ逃げたいです、藤田選手。あ、そしてこの体でグイグイと、まあ、いわゆる相撲でいうとダブリ寄りなような、そんな動きを見せてまいります。この圧力が逃げられないんでしょうね。さあ、残り1分、ここで一旦ブレイク。高田さん、藤田にとっては最後のチャンスかもしれませんね。そうですね、これ一気に相手寝返したいな。さあ、藤田が前に出ていく、また抱え込むバルト。いや、していくね、バルトも。そうですね、バルトも引きません。膝か、膝だ、この首相撲からの左の膝。いや、うまいですね、押し付けるの。頭使って相手を押し付けますよね。藤田の赤コーナーからはセコンド高坂剛も必死に激を飛ばします。指示を飛ばします。上から押さえた。この体重で押し付けられたら長々藤田選手でもさ突き返せないもん。なるほど、うん、まあ、いわゆる世の中の世界中の見渡しもこれだけの体格の選手で、ね、なかなかいないんですよね。さあ、残り10秒を切っています。ファイナルラウンド、ロープに押し込んでいるバルト、 MMA デビュー2戦目、藤田和幸を相手に堂々の戦いを見せました。対する藤田はなかなか状況を打破することができず。いや、関根さん、はい、いかがでしたか。やっぱりバルト選手のパワーがすごいですね。あと大きいのに動き早いんですよね。これここでね、藤田のパンチももらっているんですが、ね、まあ、ひるまずにこの後も前に出ていきましたよね。あと意外と左のジャブが良かったんですよね。まだまだパンチが荒削りじゃないですか、バルト選手、これもっとこうオーソドックスなパンチを覚えるようになったらちょっとどうなっちゃうのって感じだ ね。 そうですね、手がつけられないかもしれません、手がつけられないね。判定の結果をお伝えします。バルト膝と、ジャッジ松宮バルト、ジャッジ小池バルト、ジャッジ梅田バルト、予定勝者バルト。お聞きいただいた通り判定3対0、リアル怪獣大戦争、野獣対怪獣は怪獣バルトに軍配。いや、進化した怪獣、ただ高田さん、はい、まだまだ伸びしろはたっぷり、可能性はたっぷりですね。アーセンじゃないけど、どこまで成長していくのって感じだね。このトーナメントともに、うん、見てる人みんなそう思ってると思いますよ。まだだって彼2戦目だからね。アーセンも2戦目ですから。あ、将来は楽しみです。小池さん、藤田の戦いも含めてこの戦いいかがでしたか。もう一回見たいな、藤田選手も私リングで戦ってるのって思っちゃいますけど。太田さん、はい、今この下がっていく藤田和幸の表情どう映ってるんでしょう。まあ、悔しそうですけど、まあ、頑張ってくれたと思います。あの皆さん、応援してる方、スポンサーの方に本当にありがとうございました。あと、あの12月にライジンで頑張っていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様、バルト選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. バトンを受け、母として格闘家としてどんな戦いを見せるのでしょうか。山本美憂、その時は間もなく。